大林信彦、大林信彦、大林信彦、1938年1月9日台は、日本の映画監督。広島県尾道市東土道町生まれ、尾道北高校卒業、成城大学文芸学部中退。2006年、平成18年4月から、直美学園大学大学院芸術情報学部、情報表現学科名誉教授。2007年、 平成19年4月から、倉敷芸術科学大学芸術学部メディア、映像学科客員教授。2014年、平成26年4月から、長岡造形大学客員教授。妻は、映画プロデューサーの大林京子。長女の大林千組は、映画感想家と称して、執筆活動をする一方で、映画制作にも参加しており、その夫は、漫画家の森千学堂。 劇作家、演出家の平田織沢追いにあたる。自主制作映画の先駆者として、CM ディレクターとして、映画監督として、日本の映像史を最先端で切り開いた映像の魔術師。父方は、小道で六代、母方も代々続く以下の長男として生まれる。父は、福山市近郊町の出身で、小道市市会長や小道市教育委員長を歴任。 母は、佐藤浦、千家の教授。一歳の時父が軍医として南方に出生したため、母方の実家、尾道の山の手で幼年期を過ごす。二歳で、ブリキの映写機のおもちゃに親しみ、六歳で三十五ミメートルフィルムに手書きして、アニメーションを作る。映画監督は、映画を見て、監督という職業を志すが、大林の場合は映画を見るように作ることから先に、 始まった。この時作ったマヌケ先生を元にして、後に三浦智和主演でテレビドラマ、映画が制作された。大林の映画作りは、尾道の古い家の子供部屋の闇の中から、数とコツコツと始まる。少年期は、特にアメリカ映画に強い影響を受けた。実家の持ち家の一つに、新道兼人が一時期住んでおり、毎週末通っていた映画館では、新道、 おじさんの隣で活動写真を見ていたこともあった。15歳の時に、小津安二郎が東京物語を撮影する現場を見学。16歳の夏休みに、福永武彦、草の花を読み、感銘を受ける。いつかショパンのピアノ曲のような映画を作りたいと思い、それは30年後に、寂しん坊で実現する。高校時代は、手塚治に憧れて漫画を描いたほか、ピアノを弾き、 演劇活動をやり、同人誌を主催して、小説を書くなど、映画以外にも多彩な分野に、芸術的関心を示した。1955年、上京して、老人生活を経て、1956年に、成城大学文芸学部芸術コース映画科に入学。当時、ボードレールに憧れていた大林は、入学試験中に、ポケットから、 ウイスキーの小瓶を出して、ノミナが答案を書いていたところ、試験官の教員から、良き香りがいたしますなと言われ、先生も一個にいかがですかと勧めると、相手が、頂戴いたしましょうと応じたため、試験中に試験官と酒を組み交わすことになったという。大学時代のアパートは、東方撮影所の裏にあった。大学では、講義に全く出ず、赤いスカーフを首に巻いて、片手に8ミリカメラを持ち、 つ日中グランドピアノの前でシャンソンを弾きながら聴きに来る女学生たちを一コマずつ撮っていた。その中の一人で一年後輩の女学生が後の妻となった。在学中から8ミリメートルで作品を発表。1957年文化祭のために福永武彦の詩集の映画化青春雲、雲発表。初恋を幻想的に描く二作目、絵の中の少女。 1958年のヒロイン役が妻である。当時はまだ自主制作映画という概念はなかったが、その先駆者として、早くから名前を知られた。1960年に大学を中退。当時、8ミリで趣味ではなく映画を作ろうと考えていた人は、大林と京都に住んでいた高林洋一と飯村隆彦の3人しか日本にいなかったという。最初に、 自主映画を有料で公開しようとしたのは、この3人で、彼らは月間、小型映画のコンテスト落選組だったが、この雑誌の編集長はいつも落選している、個性的な応募者を合わせたら面白いのではないかと考えて、編集長の計らいであった3人はたちまち行き、統合した。これが、日本の戦後自主制作、自主上映映画の端緒となる。 自分たちの作品をもっと人に見てもらおうと画廊で映画をかけたら反響が大きく、その後新宿アートシアター、ATG や池袋人生座など大きな映画館で描けるようになったため8ミリから16ミリに転換した。1963年に初の16ミリメートル作品、藤野和友との共作、食べた人で、ベルギー国際実験映画祭で審査員特別、小受賞。 1964年、飯村隆彦、石崎光一郎、高林洋一、金坂健二、佐藤重心、ドナルド・リチー、足立正浦と実験映画制作上映グループ、フィルムアンデパンダンを結成。高林が、綱で、飯村が、オナンなどを揃って受賞したことで、マスコミが実験映画運動に関心を持ち出し、創月が海外の実験映画を上映したりした。 尾道、み九1960年、中仙道、1961年、食べた人、1963年、コンプレックス、イコール微熱の針あるいは悲しい尿絶ワルツに乗って、壮烈の散歩道、1964年、遥かなる憧れギロチン、恋の旅、1968年や、日本のカルト映画の草分け、エモーションイコール伝説の午後、イコールいつか見た、ドラキュラ、 1966年などがアングラブームに乗って反響を呼ぶ。エモーションイコール伝説の午後イコールいつか見たドラキュラは全国5部の3の大学で上映された。今、個人映画はハリウッド映画を目指すと話した。また1965年に初めて CM ロケでアメリカに渡った際にロスとサンフランシスコでジャパニーズアンダーグラウンドムービーというフェスティバルがあり。 コンプレックス、イコール微熱の針あるい悲しい尿絶ワルツに乗って、壮烈の散歩道が一本立て上映されていたという。1965年、飯村隆彦、石崎光一郎、佐藤重心、ドナルドリチーラと、フィルムアンデパンダンを結成。1964年に開館した、新宿紀の国屋ホールの開館イベントとして、60秒、フィルムフェスティバルを企画。 このイベントで上映されたコンプレックスイコール微熱の針あるいは悲しい尿絶ワルツに乗って壮烈の散歩道をたまたま見ていた電通のプロデューサーに誘われ1964年成功のテレビコマーシャル CM を皮切りに早々期のテレビ CM に CM ディレクターとして本格的に関わる電通からの誘い文句はこれから言うことで僕を殴らないでください コマーシャルをやってみませんかだった。当時まだまだ CM は、お、トイレタイムと言われ、映画監督に CM 制作を依頼すると剣もほろろ、俺に物売りをやれというのかと蹴飛ばされたという時代。このため、電通のプロデューサーと傾きかけた映画界のカメラマンとが組んで CM を撮っいた。CM ディレクターを専門にやろうという人は、まだいなかった。実際は、 さきのイベントに参加した仲間も誘いを受けたが、承諾したのは大林和人だったという。まだ広告はアートでなかった時代で、電通と大林で、スポンサーのところに行くと、出入りの写真屋さんの扱いで、こんなことでは未来がないと考えた電通らが、CM に演出家をつけてみたらどうだろう。演出家なら、スポンサーと対等にものが言える、と抜擢されたのが、 大林の CM ディレクターとしてのスタートだった。当時はまだコマーシャルに対するものづくりのフォーマットが全然なく、演出は全部任せてもらえた。高度経済成長期の始まり、テレビの普及で企業が広告費をどんどん計上し始めた時代でも、あ、特撮もどんどんでき自由に撮らせてもらえた。大林にとって CM は、スポンサー付きの個人映画、映像実験室ともいえ、 非常に楽しいものだったという。高度経済成長の波に乗り、急成長した CM 業界で、1日1本のペースで CM を作り続け、CM 界の巨匠の異名を取る。大林の手掛けた CM は、日本で初めてハリウッドスターを起用し、あまりのヒットに社名を変更したチャールズ・ブロンソンのマンダム、本作は男性に香りをつけさせようという。 これまでの日本にない新しいライフスタイルの導入、定着に貢献した。この他、ラッタッタの掛け声で話題を呼んだ、ホンダロードパルのソフィアローレン、カネカ・フォンテーヌ、ラックス化粧品のカトリーヌ・ドヌーブ、フォンテーヌの CM ソングには、フランシス・レイを起用した。レナウン・シンプル・ライフの、リンゴ・スター、アグフ・マキシム・コーヒーのカーク・ダングラス、マンダム・フーズ風のデビット・ニーブーン、キャサリン・ヘプバーン、 アイススケートのジャネット・リン、カルピスなどの起用で、今日に続く、海外スター起用の CM の先駆けとなった。海外スターの起用、海外ロケ、映画のような特撮の導入などは、それまでの日本の CM にない画期的なものであった。当時はまだ、日本映画がアメリカと合作するなんて考えられもしなかった時代、CM なら、ハリウッドスターを使えるぞというアメリカ映画ごっこの、 ようなもの、企業のお金を使った大林個人の夢の実現であったという。CM 撮影での初の渡米は1966年、電通社長の指示で大林を含めたスタッフ4人で行ったという。チャールズ・ブロンソンのマンダム起用の経緯は、当時の担当の社長が若き大林に仕事を任せるにあたり、大林夫婦を食事に招待したおり、 ごく自然に夫人にサラダを取り分ける大林に感銘を受け、この人物なら我が社の広告を任せていいと決心したと言われ、トップの心を掴んだ大林は思い通りに仕事を進め、どうして売れないブロンソンなど使うのだとしぶるハリウッドのエージェントの反対を押し切り、チャールズ・ブロンソンで CM を完成させたと言われる。オイルショック前の1970年初頭はほとんど海外ロケで、 一年のうち10ヶ月以上海外生活だった。日本の CM では東東機器ととの放浪バスの CM で高沢淳子に言わせて流行語になったお魚になった私はコピーライターという職業がない時代に大林が考えたコピーであ。寂しんぼ置きに入られた黒沢明から1989年 CM 演出を指名され NEC オフィスプロセッサー、夢にわがままですを手掛け、CM 出演した黒沢に初めてサングラスを外させた。これが縁で1990年、黒沢監督の夢のメイキングビデオ、映画の肖像、黒沢明大林信彦映画的対話を取った。この他、山口桃江、三浦智和コンビの、栗子アーモンドチョコレート、高峰美恵子、上原健の国鉄フルムーン。 森重久屋の国鉄新幹線、遠藤周作の日立ヘアカーラ、山村像のトヨタクラウン、若尾ふみ子のナショナル浄水器、レナウンワン坂娘、長戸博之、南田陽子のカルピスなど10年間で制作したテレビ CM は2000本を超え国際 CM 賞も受賞。テレビ CM を新しい映像表現として確立、画期的な映像表現で 日本のテレビ CM を飛躍的に進化させた。アメリカでの CM 撮影の際に、アンダーグラウンド映画のスタッフと親しくなり、e ージーライダーの編集にも、大林は関わっているという。2013年、小林亜生らと共に全日本 CM 放送連盟、区第3回、クリエイターズ連動入り。当時は、メイドインジャパンは粗悪品の代表と言われた。 時代、自分で試してみて、責任を持って進められるものだけを担当したいと、毛染めの CM をやるのにその商品を使って茶髪になった。日本で最初に茶髪にしたのは私と述べている。また、自身も九州電力の CM に出演したことがある。同じく CM 作家でもあり、映画評論家でもある、石上光俊と,とは名優関係となり、 石上はその後の大林映画に多数ゲスト出演している。1977年のハウスで商業映画を初監督。7人の少女が生き物のような毛に食べられてしまうというホラーファンタジーをソフトフォーカスを用いた CF 的映像、実写とアニメの合成など様々な特撮を使って見せるカレーでポップな映像世界は世の映画少年を熱狂させた。 その影響で映画への道を目指した人材も少なくない。子供向けでなく、初めて若者に向けた特設映画としても特筆される。1990年代に流行した美少女ホラーと直接的にはリンクしないとはいえ、その素、と評価もされる。1976年6月には準備講台本が完成し、制作についての報道もされたが、制作開始とはならず。 大林は作品を自分で売るという気持ちから、監督と同時にプロデュース権を持ち、ハウス映画化を見するキャンペーンと銘打って、CM 制作で付き合いのあったテレビやラジオに自身を売り込み、積極的にテレビ出演やインタビューに応じるタレント活動のようなことを始めた。オーディションで選んだ平均年齢当時18歳の7人のアイドルに水着を着させて、 大いソロングビーチでキャンペーンをやるなど、プロモーションに2年を要して、様々なイベントを仕掛け、その後のアイドル映画の方向性を作った。日本放送、オールナイト日本枠で生放送された、ラジオドラマ、オールナイト日本特別番組、ラジオドラマハウスは、映画制作が進めてもらえないため、映画制作より先に、ハウスブームを起こしてやろうと大林が仕掛けたものだった。 さらにラジオドラマに続き、コミック化、ノベライズ化など、大林が主導して、メディアミックスを仕掛けていき、これらが功を奏して知名度が上がって、話題となり、東方も企画を進めざるを得なくなって、ようやく本体の映画化が決まった。大林は、ハウスのイラスト入りの大きな名刺を作り、会う人ごとに渡していたが、角川春樹もそれを見て、 こういうことをしている監督がいるのかと興味を持ったと話している。既存の映画界とは別のところで仕事をしていた大林と角川はほぼ同時期にそれぞれの方法でメディアミックスを仕掛けており、これも先駆と評価される。大林が35ミリ劇場用映画に進出したことで日本映画界は大きく活性化したと言える。他に選択として 自主映画仲間の高林陽一らが存在するものの、自己プロダクション ATG という経路であり、いきなりメジャーの東方映画でデビューというのは画期的であった。当時は映画会社の外部の人間が撮影所で映画を撮るということは、まずあり得ない事態だった。企画としては1975年に東方の会議を通っていたが、撮影所の助監督経験のない大林が監督することに、 当時の東方の助監督たちが猛反対し、その後2年の間、塩漬けにされた。また従来、監督は、助監督を経験してからなるものであったが、助監督経験なし、自主映画出身、CM ディレクター出身という、新たな流れを生み出した。日本映画の社用によって1977年の新人監督の登用は、ピンク映画以外では、大林和人だった。 大林が商業映画デビューしたこの年が一つのターニングポイントとなり、この流れから自主映画出身者として大森和樹、森田義光、CM 出身者として市川ひとしらが出た。市川は芸大を受験し続けていたけど、どうしてもダメで、僕も予備校の仲間とミニフィルムを作ったりしていた。当時は大林さんが自主制作で注目されていた。そこから、 美大入学ではなく、CM 制作会社に入るという選択をしたと述べている。CM の仕事で、東方撮影所に出入りしていたこともあって、メディアを巧みに動員した、大林自身の自己プロモートに加え、当時東方営業部長、後社長、会長だった松岡勇と、東方撮影所のボス的立場にあった、ベテラン岡本喜八監督の口添えが大きかったと言われる。松岡は、 大林に恐るべき無内容。しかし、これを私たちが考える良い脚本に直したら映画がつまらくなる。よってこのまま撮ってくれと付け加えたと言われる。しかしながら、あれは正規の映画ではないと公言する人も多く、映画マニアからはひどく叩かれもした。リング、ジュオンなどのプロデューサー、一ノ瀬隆茂は、ハウスを見た時には、いい意味で、 こんなヘンテコ極まりない映画が東方の配給で全国公開された事実に大きく勇気づけられた当時の日本映画は産業としてまるで活力を感じさせない状態もしかしたら自分にもチャンスがあるかも古い日本映画も変わるかもしれないと感じたと影響を受けた映画の一本として挙げている大林がハウスを取った頃は撮影所外の CF ディレクターであるというだけで 微深しがられたが、今や日本映画は撮影所の伝統からぎっぱり切れた CM やコミックスの影響が濃い自主映画やテレビから生まれた才能の排出によって支えられている。大林がハウス以降も継続して作品を発表し、それらが大ヒットしたり高く評価されることで広く認められ、撮影所の制作システムが事実上崩壊し、いつの間にか大林のやり方が 主流になっていったとも言える。ハウスで同年、ブルーリボン賞新人賞を受賞。1979年には、ピアフィルムフェスティバルの前身、オフシアターフィルムフェスティバル79のプロデューサーを、松田雅を、寺山修司と共に務めた。本作は2009年頃から欧米で再発見されて、コアな人気を集めているという。近年では、アメリカニューヨーク近代美術館、 モマでも紹介され、2012年12月に、モマで開催された日本映画特集、トシアターギルドと日本のアンダーグラウンド映画1960から1984年に、大林が招かれ、大林作品がオープニング上映された。ニューヨークの短間系の劇場でもよく上映されるという。1982年、自身の教習を込めて、尾道を物体とした。 天校生を発表。字をかける少女、寂しい坊と合わせおのみち三部作として多くの熱狂的な支持を集め、1984年にはロケ地巡り目的で20万人以上の若い観光客が訪れたと言われる。おのみち三部作という言葉は大林映画のファンが作った言葉である。これらは再起が本質するあまりに一部評論家からはお子様ランチ。 おもちゃ箱と酷評されることもあった。初期作品に比べると、落ち着きと市場を叩いて評価も高く、映画作家として一つの頂点を築くこととなった。また、これらの映画作りには、地元、尾道を中心とした多くの賛同者の協力があり、近年全国的に広がるフィルムコミッションの先駆としても評されている。転校生の死者を見た尾道の関係者があんなに協力したのに、 いいところを撮ってないなどと、最初は、尾道の人たちの中にも、街の汚いところばかりを映して、とか、これじゃ観客が来なくなる。上映をやめてくれないかという人もいたが、映画を見て逆に観光客が来るようになった。寂しい棒公開時のインタビューで、いつか見た風景、が、テクニック上のテーマと話している。転校生の成功は、大林の名前と尾道の名を、 映画誌に刻んだ。近年のインタビューでは、町の人が汚いと思う、昔ながらの変わらない、小道の風景が、外の人には懐かしく見えたんじゃないでしょうかと話している。田舎町の息の詰まった、古臭さを呪う人たちの多かった時代において、日本にまだ、こんな綺麗な地方都市の佇まいが残っていたか、と映画を通して、再認識させたという点での功績も大きい。 出身地とはいえども、これほど一人の映画作家が、長年にわたり一つの町に愛情を注ぎ、何本もの作品を世に送り続けている事例は、世界でも他に例がないと言われる。三つの映画を撮った、原動力は、ふるさとが壊されることを守るための戦いだった、述べている。本校勝幸が、オール、香川ロケした2006年の、うどんは、ふるさとに恩返しするために、 さぬき三部作を取りなさいという大林のアドバイスがあったという。なお、大林作品で尾道ちロケを行った作品は、この三作以外にも多数存在するが、この三部作は、脚本をすべて剣持わたるが執筆していること、中高生を主人公にした SF ファンタジーであることなど、他の共通項も多い。1八十四年、目黒区駒場に映画館、アゴラ、ゲン、 コマバーゴラ劇場を建設。大林はこれまで主に新人アイドル、新人女優を主役にした映画作りを行い、アイドル映画の大一人者とも称される。特に1970年代、1980年代に手がけた作品は、70年代アイドル映画、例大アイドル映画というジャンルとしても評価される。2015年2月に、 桃色クローバー Z 主演、本郷克行監督の幕が上がると、荒垣結衣主演、三木隆弘監督の唇に歌をが公開入れた際に、アイドル映画、アイドル女優が輝く映画などと特集が組まれたが、大林はその先駆者として各メディアでフィーチャーされた。本広氏は、幕が上がるは、大林さんの映画を真似ているところが多いと話している。 日経エンタテインメント。2015年3月号の特集、アイドル女優が輝く映画では、その系譜の始まりに1981年の狙われた学園が据えられた。同作は、対策路線を続けた門川春樹が一転、若者向けアイドル映画を手掛けた第一弾で、1979年の近大地光介の冒険で、意気投合した角川と大林は、 誰もやらないような映画を作ってやろうという目黒ろから、薬師丸ひろ子主演で本作を企画した。また角川から大林に、薬師丸ひろ子をアイドルにしてやってくれませんかとの依頼があり、本作で薬師丸はアイドルとしての地位を確立させた。このため、狙われた学園は、アイドル映画時代の開幕を告げる作品と評される。同作は SF のジャンルに入れられるが、 アイドルが恐怖に巻き込まれるスリリングな展開と独特の影のある絵は、その後のアイドルホラーに大きな影響を与えたとも評され、その講師とも言われる。1983年、角カ川カから、尾道で、原田智代の映画を撮ってくださいと託された、筒井康隆原作の呪ュ内、ナ字をかける少女では、合成やコマ落としなどの映像テクニックを、 最大限に駆使して幻想的な作品世界を描出、後に定着する映像の魔術師、大林ワールドといった代名詞はここから、ちまた。この時期に日本テレビ、派用サスペンス劇場向けにつぶらやプロで撮った、霊猫伝説は、アングラ映画すれすれの映画史風な作品であり、これを常識を破って、テレビ用に制作できたあたり当時の大林ブランドの、 強さと絶好調の自信が示されている。1984年、原田智恵を主演で撮った天国に一番近い島は映画は国評されたが、それまであまり知られていなかったニューカレドにブームを起こした。1980年代の日本映画は、大林信彦と相馬井信治の時代とも評される。女優を手加減なしに自身の追求する映像を撮ったこれらは、 アイドル映画の皮を被った、作家映画撮る向きもある。2014年に、角川映画1976-1986、日本を変えた10年を表した、中川うかいは、名優関係にあった、角川春樹と大林信彦の二人が、70年代後半から80年代にかけての日本映画界を牽引していたという図式が、明確に把握できた。そこで、あの本では、 角川春樹を主人公とし、副主人公に大林信彦を置いた、あの時代個人名で、霊霊映画と呼ばれていた監督は、大林映画だけだったのではないかと述べている。長い自主映画制作キャリアから培ったスキルは撮影、編集、演技のみならず作曲や演奏にも及び、監督デビューよりも2年早く高林洋一監督の、 本人殺人事件で音楽監督を務めている自作で音楽監督兼人はそれほど多くない。出演作品はそれほど多くないが、発生のきちんとしたプロ級演技は、俗物図鑑、内藤誠監督などで垣間見ることができる。同じことは二度としないと公言している通り、大林のフィルモグラフィーは一作ごとに異なる実験が行われている。 瞳の中の訪問者、1977年は、手塚治虫の漫画、ブラック・ジャック最初の実写画であるが、ハウス以上に、趣味性を前面に、押し出し、漫画そのものを実写で描こうとして、原作そのままのメイクで、獅子土城を登場させるなで、こんな人間がどこにいる。と手塚を憤慨させたと言われる。アイドル映画などを挟みながら、一転して、純文学に挑んだ。 福永武彦原作の廃止、1984年は、大林自身、長老バジェット映画と表現している、偶和性を強調するため、セリフを棒読みさせたり、フラットな構図を採用したり、誇張したメイキャップを施したりするなどで、モノクロ版とカラー版の2種類を制作し同時に、劇場公開した、の雪山雪海辺九1986年、1988年の、 各映画賞を独占した大人のファンタジー、偉人たちとの夏、NHK と組んで NHK 初のハイビジョンテレビドラマと劇場用映画を同時に撮影した、小野道新三部作、二人、1991年、演出、撮影、録音の大胆な実験を試みた、北京的、スイカ、1989年。本作は、 天安門事件の影響で中国ロケが中止になった講義に意図的に37秒間の空白を挿入した。北京的水果で試みた実験をさらに推し進め、複数の 16mm カメラを手持ちで回し、リハーサルなし、NG なし、メイクも照明も最低限で、一気化成に取り上げたフィルムを異常なハイテンションで編集した青春映画の傑作、青春でんデけデケけデでケデケ 1992年、タブー視されていた水との合成にあえて挑み、前編の9割をハイビジョン合成するなど、当時の最先端技術を導入した、水の旅人からサムライキッズマイナス。1993年、吉永さゆりに、あなたのシワが取りたいとくどいて、吉永がノーメイクに近いナチュラルメイクで挑んだ、型破りのさゆり映画、女盛り。1994年。 本作は1時間56分の本編をスーパー 16mm カメラを多用し、1000カットに及ぶ短いカットつなぎで構成した。宮部みゆきの小説世界を100名以上の俳優全員にノーメイクで演じさせて完璧に映像型、理由、2004年など映画界に新風を吹き込む野心作を連打した。 1993年に自身が初めて俳優として出演した月級ドラマ、あの日に帰りたいでは、主演の工藤静香と菊池桃子のフィルムの制作も行った。2000年代に入ると、尾道を舞台にした映画はなくなり、代わって大分や長野、新潟、北海道足別など、その町の伝統や歴史を題材にした映画を制作している。大林はこれを、 ふるさと映画と称している。近年は各地に公演で招かれたり、コメンテーターとしてのテレビ出演、雑誌やネットインタビューなども多い。2004年、平成16年春の法奨において、四十法奨を受賞。2009年、平成21年秋の上空で、朝日賞受賞を受賞した。受賞理由は、長年にわたる実験的で独自の映画作りにと伝えられたという。 2013年に手掛けた AKB48 の長尺のミュージックビデオ、s o ロ l o n g は、物議を醸した。2013年12月27日朝日新聞デジタルに、特定秘密保護法が成立した6日、僕は怖くて1日中震えていました。今の空気は、戦争が始まる時に近いのですとのコメントを寄せる。2016年、第18回極東映画祭。 イタリアにて、マルベリー賞、生涯功労賞を受賞。2017年12月公開の映画、花形見、花形見の、クランクイーンを控えた2016年8月に肺がんが、判明、ステージ4まで進行しており、医師より当初、余命6ヶ月、後に余命3ヶ月の宣告を受ける。同年8月から10月にかけて、佐賀県唐津市で行われた撮影と続く。 編集作業に並行して抗がん剤治療を継続。2017年4月のスタッフ向け試写会において病状を公表。抗がん剤治療が走行したことで病状が改善し、同年5月時点で余命は未定となったとしている。2018年夏には、あの夏の人んでろじーちゃん以来、約20年ぶりに小野道市をメインのロケ地として、 戦争と広島の原爆をテーマとした映画、海辺の映画館キネマの玉出箱を撮影、2019年春以降の公開を予定している。2018年度毎日芸術賞特別賞を受賞。大林信彦が出身地尾道市を舞台に撮影した映画の代表作として認知されている3つの映画作品のこと。後に、同じように、 尾道を物体にした作品が同じく3つ作られたため、これを新尾道三部作と称すこともある。転校生や時をかける少女の頃はまだ、尾道三部作と呼ばれておらず、続く錆び辛抱が取られたことで、これらの三本が、尾道三部作と言われるようになった。大林作品にはテレビで制作された作品を後に、劇場版として公開する、または、 劇場公開に先行してテレビで放送するというケースが多く見られる。BR 理由はワウワウで放送。劇場公開の後さらに日本テレビで日テレバージョンが放送された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。